乾いた赤玉土濡れた赤玉土赤玉土は、盆栽、古典園芸用の万能用土として、古くから使われている用土の一種である。盆栽や古典園芸の植物の土壌として使用され、天然の粒状の粘土のような無機湿度で、褐色で、粒状の形状をなしている。弱酸性を示し、通気性、保水性、保肥性に富む。肥料分は含まれていない。また 火山解剖のため作物の生育に障害となるアルミニウムや通常過剰となる量の鉄が多く含まれ、それらがリン酸分を固定しやすい。多くは鉄と結合した形で用が多く含まれているのみで構成した場合と異なり土壌が暖流構造となるメリットについても許さない場合が多い。表面採掘された関東ローム層の赤土を乾燥後、 ふるいで、粒の大きさごとに選別して作られる。粒の大きさの種類ごとに、大粒、中流、小粒があり、植える植物の種類により使い分けられる。そして様々な等級で供給される。赤玉は、砂、堆肥の樹肥、泥炭、砕かれた溶岩などの他の元素と組み合わせると、成長する培地の一成分として働くこともある。 湿っていると赤玉の色が暗くなり、栽培者はいつ頃植栽に水をやるかを判断することができる。その能力は多項性で水を呼び、栄養分をくまなく提供を呼び自由な吸水排水性を保有することで多くの栽培者により高く評価されている。赤玉土の吸湿保水性や肥料を含まない点などが評価され、最近では盆栽、 古典園芸用途以外にも、陸亀や鈴虫など、ペットの飼育容器の床材としても用いられる。土を乾燥させただけなので、長期間使用していると粒が崩れてきてみじんが増え、通気性が悪くなる。代わりの土壌成分より、赤玉は高価であり、品質の割に、多くの盆栽栽培者は、赤玉のコストをかけないか、または不要であると考える。 それでも、盆栽栽培者は、冷たく湿った、気候、下流状態が排水、盆栽土を抑制するよりも小さい粒子に次第になると、している。この問題は、砂、または、土砂混合物に組み入れること、または、より深く掘り込み、より難しいグレードを使うことによって避けられうる。なお、硬質赤玉土という用土もあるが、これは吸湿性が低く硬い。 別のものである。火山活動により、日本は豊富な火山資源を享受している。火山噴火の後、火山岩と軽石は火山の近くに蓄積する。これらのユニークな資源を利用して、日本は豊かな園芸製品を開発した。赤玉とカヌマの二つの土壌はそうした資源であるとされてきた。 中粒子、2から6 5ト、mm、ル微粒子、1から2ト、mm、ル塩に42.7%、カウ0.98%マゴ2.5%ムの 0.15%FE、二応酸 8.4%PH 値、イコール 6.9EC イコール0 0 5 2ミリ秒、センチメートルで、栽培植物の種類に応じて、赤玉は単独で使用できるだけでなく、軽石、石、 データンなどのような他のコロケーション機質と混合をすることもできる。ミディアムパーティクルはあらゆる種類の鉢植えの植物、特にサボテンと多肉植物に適している。ありがとうございます。